食べ過ぎる人は一緒にやろう。両足を抱えます。食前にこのストレッチを行うことで食欲が収まるんで、自然とねダイエット効果が上がっていきます。ぐーっと腰伸ばして、ちょっと休みながらマイペースでやっていきましょう。この食前っていうのが実は食欲を旺盛させるグリセリンっていうホルモンが多く分泌されると食欲が増す。そのホルモンが少しになると食欲が落ちます。今度は足組んだままね、軽く手で押さえて止まっておきましょう。そのグリセリンというホルモンが食前にストレッチをすると分泌量が減るので自然と食欲が落ちます。もちろん食後に行うことで血糖値の上昇を抑えることもできるんで、食前にこれをやって食後30分以降にねまたこういうメニューを行うと、さらにね食欲が落ちて血糖値が上がらないようになって、ダイエット効果がすごい増します。反対足も一緒です。もし難しい人はねこれでもいいです。楽な姿勢でね行ってください。このストレッチを行う際はねリラックスして痛いと思う手前でね少し戻してあげるのが一番いいです。どうしても食欲落ちないよっていう人はね、食前にこの動画を毎回やってください。時間ができたらやろうっていうのはねなかなかね難しくて、必ず毎日行う動作にくっつけて行うと習慣にしやすいです。今度 M 字にして内股で止まっておきましょう。もし股関節が少し痛かったらたまに戻してください。ストレッチの目的がね筋肉を伸ばすんじゃなくて食欲を抑える、血糖値を抑える目的で行うのもすごい効果的です。普通の人はねただ筋肉を伸ばすのがストレッチの目的と思いますが、実はね違う使い方できますんで、お腹が空いた時ほどこのストレッチをやって食欲を安定させてください。今度は逆に開いたまま、足の位置はね自分のちょうどいいところに合わせてください。もし痛かったらたまに戻してください。ストレッチの効果っていうのはねリラックスさせる効果があるんで、やはり食欲が増すとねハングリーになってますから、もう食べれるか分からない量並べてしまったりとかね、ああいうことも起きてくるんで、食前にリラックスしてお腹空いてることを落ち着かせて食事に入ると食事の量が収まります。今度はね交互に足を動かしましょう。片方は開いて片方は閉じる。大きく動かしてください。これでね骨盤の歪みが整いますんで、反り腰解消にもねおすすめです。食後に行うのも効果的なんですが、なぜかというとお腹が出てお腹いっぱいになると腰の反る力をね強くしてしまうんで、食後に行うのもね反り腰解消にできます。で今度は足伸ばして体を揺らしましょう。
腰をねちょっと揺らして血流をね上げていきましょう。この動画をね直前に行って食欲落ちてきて体が変わったよっていう方もねコメントでぜひよかったら残してください。足曲げてひねったら反対にひねる。右足だけ右左と振っていきましょう。どうしても食欲が落ちない人はね我慢しても我慢できませんからね。逆にね頑張ってダイエットするぞと思ってね運動と食事頑張っても本当は3日で終わっちゃうんで、こういうねなんで食べ過ぎているのかっていうこういう根本を改善していくとダイエットがうまくいきます。反対足も同じです。伸ばさない筋肉、日頃ストレッチしない筋肉をねストレッチしていくと体ってすごいリラックスできるんで、こういうねあまりやらないストレッチゆっくりゆっくり行っていくとね体がリラックスできますんで、毎日の食前やってみるとすごいダイエット効果上がりますよ。今度もね両足で行っていきます。全部振ると戻れないんで少しでいいです。手で少し踏ん張ったり肘ついてスマホ見ながら、難しい人はね肘こういう姿勢でもいいです。リラックスしていきましょう。足をね組んで膝抱えておきましょう。食後ってやっぱりお腹が出ますよね。お腹が出ると腰が反れるんで今のうちに腰をね丸めておくと食後にねお腹が出にくかったり反り腰になりにくかったりします。要するに反ってしまう人は反らない丸める動きを増やすことが大切です。よく前もも伸ばす人も多いですが反り腰の人はね反ってしまうので前もも伸ばすねストレッチ中って反ってしまいますよね。反対も一緒です。なので反ることをしない方がいいので前ももストレッチはねあまりおすすめじゃない。丸めの方をね増やした方がいいです。もう少しずつね食欲が収まってきてますんでこのストレッチ後にご飯を食べながらよく噛んで水を多く飲んでお腹がね空いててもねたくさん並べないことがねポイントですよ。今度は両膝抱えておきましょう。スーッと
ももの裏を伸ばしたら終わりますんで、あと少しです。基本的にはもも、腰、腰、大きい筋肉を伸ばすとね、リラックスできますんで、どうしても食べ過ぎちゃう人は大きな筋肉をね、この動画見ながら毎日ストレッチしてみてください。いっぱい動いてもいっぱい食べたら意味ありませんからね。もちろん筋肉はつきますけどね。じゃあ今度片足ついて、片足をね伸ばしましょう。たまにね膝曲げて緩めてもいいです。膝伸ばして真上に伸ばすのがね、もし辛かったらちょっと体を起こしてね、足斜めにしてもいいです。こうやって足首を動かしながら、膝が伸びにくい人はお腹をへこませて腰を床に押し付ける感じにするとピーンと伸びます。ピーンと、あと少しで終わりますからね。よく噛んで汁物や野菜から食べてください。最後までやった人はコメントください。